皆さんこんにちは、カズキです。今日はダゴドパイ、ショウヘイです。踊るパイ、踊るパイ、ダンスものですね。はい、これはやっぱヘビーよ、ヘビーよ。まあでも本当にダンス動画をやっぱ積極的に上げていかないと、俺らまずダンサーなんでね。そうですね、やっぱダンスを見てもらってそこを楽しんでくれてる人多いと思うので頑張るよ。はい、行くよ。頑張りましょう。今日は何をしますか？はい、今日はですね、私が昔レッスンの方でやってた振り、ルイ・カノンの声という曲で振り付けをね、勝手に作って、あの BMSG トレーニーの2人、なんか最近発表されたよね。うん、2人とあと大輝と3人が参加するオーディションなのかな。ラストピース、ザ・ラストピース、ザ・ラストピース、満を持してみたいな。すごいね、めっちゃ楽しみにしてた人いっぱいいるんじゃない？いや、いっぱいいるでしょ。だって BE:FIRSTのね、オーディションの時から出てたメンバーもいたりとかしてね、そうそうそう、それがついにね、うん、さらに日の目を浴びる時が来た。まあそれの応援のね、意味も込めて、私が翔平くんが作った振りが素敵なんで、本家じゃないです、勝手に私が作ってたってだけなんで。あの車でさ、こう運転しながらさ、この間西の現場向かってる時とかさ、今度撮影何を踊ろうね。そうだね、なんか、でも今からこう踊ってみたみたいな感じで人を呼んでやるのはちょっとむずいから、とりあえず2人で最初久しぶりですやろうって言った時に、作った振りとかなんかないのって言ったら、ああ、これあるよ、やるよ。で、俺もその時運転中だからさ、動画とかも特にはっきりはチェックせず、で前見たことあったけど、かっこいいな、覚えてる、やろうよやろうよって言って家帰って改めてその動画を見て、マジかめっちゃむずいやんって細かいのよ。あれだからね、大事な契約とかはね、運転しながらとかやめた方がいいです。電話の時とかやるしかない、やるしかない。はい、ということで早速翔平くんの振りを教えてもらいます。せーの、カズキのタレ。まあちょっとね、入りむずいんですけど、ワンから左足が出るの、シュッと出るけど、これ一瞬でワンエン、ワンエン、そう、ちょっと久しぶりに踊るんだよ。全然踊ってない、あんまり踊ってないですね。ああ、体が言うこと聞いてないから。この間久々に自分のレギュラークラスやりました。いやそうね、レッスンとかやると一気に体動く。どれぐらいぶりだっけ？2ヶ月です。あ、2ヶ月ぶりなんだ。え、その前は、あ、その前も2ヶ月ぶりにやってました、ね、2ヶ月に1回ワークショップって言おうか。レギュラークラスじゃないのよ、ワークショップ。5、6、7、8、あ、ちょっと待って、騙された。6、7、8、しゅうえくんってね、カウント数えない。そう、数えないですよ。1、2、3でここ出てくる。あ、3で、4の時ここに足を寄せとく。4で、このタイミングで4、5、6で、6で当てたら6。止まらねえな。止まらないのよ、あらねえ男だな。これ止まらないを意識して作った。ついた瞬間が持ってきた。あ、そっちか、あ、それないね。そう、一瞬真ん中通るけど、シュン、いい、ここ早い。いいわ。歯折れそう。なるね。歯折れそう。いいわけをっていうから、いいわけ。足で落とした言葉を蹴って、いいわけをキャッチ。は、ってぐらい。は、き出す。たび。で、かかとが前に出る。た。で、次が胸がドン、こっちで。はい、大丈夫ですか、そこまで。大丈夫でしょう。セーブン、エイト、エン、ツー、スリー、フリー、カー。あ、ごめん、俺間違った。こっちだ。ちょっと。エン、ツー、死活問題よ、それは。こんな必死に覚えたりしてるなんてさ、違う振り教えるなんてさ。ごめん、ごめん、ごめん。ツー、ツー、ツン、ツン、肘で回して、口来て、ツン、ツン、そう。カで、当てて、で左足上げて、で、じゃん。それむずい。ここね、むずいよ。これちょっとカウントに慣れたりする。歌がね、全然わかんなくて、リズムわかんない。じゃあ、5、6、7、8、無口なように。そうなっちゃう。おお、こうだっけ？そうです。無口なように話したい言い訳は吐き出すたびなかった。タタタンタンタンなのね。このね、出よ。
タタタンタンタン。で、この曲基本タタタンタンタンとデッ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 ベースの音が多い。が多いかな。無視のように流したい訳は吐き出すたびタタ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 タ。おー、やっぱさ、人ってさ、進化していくんだなと思うのがさ、か、これあるじゃん。もう公開してるからいいけどさ、うん、スネームに入っちゃう。ああ、確かに。俺今もう完全にこう行こうとする。確かに流れが一緒。いやちょっとちょっとちょっと君がで、君が指差しだ。君がいて、いて、はい、繋がった音がでございます。もう一回回す。カズキの誕生日。あー、はい、大好きやん、はい、プライベートカズキの誕生日。プライベートカズキの誕生日出した、はい、回して、か、で入ってグイッ音はだ何度もって言うから何度も何度か右、左、右、左、左、右、左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 、はい、ディ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 ン、ポーズポーズ。へぇー、へぇー、細か細か細か超細かいのよ。やっぱね、曲もそうだけど、盛り上がりついてね、音も細かくなってたりも確かにするんで、これを、シャツをこれね、ちょっと近くで見せましょうか。シャツを、こうねじってきます。あー、もったいない。こうひねってきたら、これがこっち。こっちか。そう。で、これをそんなにさ、俺あまり縫うのがない結構ちっちゃい T シャツだけど、うーキャって離したら、この手を解いたら、こう、涙が来て、流して、切る。切る。はい。ダンスなんてね、日常ちょっと、日常っていうか、いろいろややこしくする、うん、あるじゃん。ちょっと複雑にするみたいな。はい、時計見るのも。遠回りして。こうやって時間がかかるとかさ。あると一緒で、これで右側で、これ涙を拭く感じです。あ、そこまでも。そう、ちょっとあまりにも足りないんだ。どうせ足りないじゃん。君がいて、姿が音が何度も心に立ち添えた。もう泣かないで、お先の僕らをきっと。いやー、今ので半分ぐらいです。よっしゃー、半分か。半分か。半分ですね。そっかそっか。はい。おー、きゃー。体がグーンって割ったら、この指残したまま。そうそうそう。で、右左。あ、こっちね。そうそうそう。はい、おー、セクシー。セクシー。皆さん、いいですか？私たち言葉数が少なくなっています。おー、きれい。さあ、で、この時に回す。回したりくぐったりこねくり回しやがってよ。好き放題やらせてもらいます。こねくってこねくってこねくりましょう。ねちくりましょう。こねくり平気よ。いや、語呂悪い。こね平でいいじゃん。似てもないし。似てもない、似てもない。お前は今日からこねくり平だ。いや、やべえ、出せ出せ。きみをずっかずっかそうずんいってやぐれさ、いって出してるんだよ。はい、はい、はい。結局は戻ればじゃいけない。くる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 。あ、ちょ、戻ってしょ。ここで行けばわかる。ち、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 普通に、リハーサル並みに汗かきます。ドゥルルルドゥルルル。しまったしまったか、そっちそっちじゃない。心にしまった、しまったじゃない。ああ、しまった。違う違う違う、忘れた。心に、心に、そっちか。心にしまった。しまった。日本語って面白いね。面白いね。歌がちょっとメロディーで刻んでるけど、しかとしてしまったって、そこだけアクティングになります。はいはいはい。唯一ヒットキックスの中でドラマに出てない、はい、和樹さんがアクティングに、役者が一瞬垣間見える。おー、見える。いいよ。コメディコメディコメディ、顔がコメディコンと入っちゃってるんで、芝居すると口とがっちゃうんだ。やばいやばい。うん、スリースリーと、もう終わる。もうすぐ、もうすぐ。あ、もう終わりじゃん。もう終わり、もう終わりじゃなくて、もう終わり。期待させられてる。親指ドンドンカカカカ
か、か、終わり。おい、すごいスピードの振りだった。一応、はい、振りはいけましたね。はい、ここまでです。衣装に着替えて、はい、実際踊ってみますよ。まああと、1時間半。おわお。カスタネってこんな感じだっけ？うん。いやー、これ過酷だろ。俺は今日ちょっと過酷ではないけど。まあ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 、まあ、でもちょっとね、昔の自分の振りってね、やっぱもうニュアンスが、まあ確かにね、もう変わってる。1年ぐらい前、うん、ということでね、はい、このまま引き続きお楽しみください。はい、せーの、カズキのタネ。さあ、ということで、はい、着替えました。着替えました。よいしょ。ちょっとね、プチ構成つけてね、はい、ちょっと練習して、はい、衣装に着替えました。あ、衣装がね、はい、白黒でというオーダーだったんですけど、はい、うん、白なんか、なんかあります？うん、あるよ。白どこ？下かい。いや、さっきまで着てたの、同じような格好したんだけど、はい、ちょっとなんか自分的納得いかなくてね、はいはいはい、シャツ大丈夫ね。シャツ使うふりあるでしょ。そうなんだよね。どうでしょうね、まあ、やってみましょう。ギリいけるか、はい、ということで皆さん撮影風景をお楽しみください、はい、せーの、カズキのタレイ。よいしょ。感じたけど、カズキの種って大変なんだね。大変だね。先生がいない場合、まあそうだね、はい、まあ、先生ですけどね。そう、先生だけど、うん、どっちかが先生になっちゃう場合、はいはいはい、で、2人の時、うん、限定で、トークがね、また全く面白くなっちゃう。そうそうそう、そうなんですよ。今日あのトークがそんなに笑えなかったなと思った方は、はい、4ヶ月ぶりだからとかじゃない、うん、で4ヶ月ぶりにそういうもん、うん、4ヶ月ぶりにとってね、思ってみた、私たちはね、ガヤガヤしてる、そうそうそう、これが一番力発揮する。そうなんです。だからね、近々それに近い形をやりたいなとは思ってる、はい、そうだね。なんで皆さん楽しみにしてほしいんですけども、はい、あのこの2人のダンス動画に笑いを求めちゃいけない、ダメです、間違ってる。だから、うん、今日はまだ覚えれたんだと思う、うん、あのこの集中力で、ああ、そうね、彩香先生とか来て教えてもらうときってさ、うん、覚えるの必死だけど仲間ふざけてるじゃん、うん、そう、やっぱふざけながらやるって何事も学ばない、学ばない、何も頭に入ってこない。これあのレッスンでやってたりしたんだけど、これ2週分だからね。まあでも長さ的にそうだよね、うん、まあ1人で教えてもらってるっていうのでまだ早い分はあるけど、うん、はい、結構な量なのに、うん、この速さで覚えたって、うん、結構すごいと思うよって誰も言ってくれないから言うね、自分で。ああ、おめでとう。結構すごいと思うよ、これ、うん、すごいよ。で、本番を迎えてね、撮影でね、はい、何回か間違えたけど、にしてもよ。ここまでなかなか短時間で、まあね、しかもさ、久しぶりに踊ったって言ってたよね、うん、そのブランクを全く感じない感じ、うん、しかもなんか急遽衣装を変えたにもかかわらず、やめとけやめとけやめとけ、もう価値を下げちゃってる。価値が下がっちゃってるんだよ。シャツをうまく使ってこれ見てほしい、あの本編で、はい、あのこれがね、届かないからだいぶ頭下いってるから。
これ見て。この細かい振りとかを、うん、あんまなんかこうやって動画で教えるのもそうだね。久々平井大さんのバディ。そうでもその時のさやつもなんか動画で見て覚えてくださって、うん、なんかいや本当。結婚式で踊りましたみたいな。うん、いややってくれてた ね。今回は誰が結婚式でこれを。そうですね。さあ近々結婚する方どうですか。声ぜひね、はい、素敵だと思います。うん、試しにちょっとゆっくりめに。教えたりしてるところもそうだ、ね、載ってると思うんで、うん、あと翔平くんのレッスンのこの動画が上がってるでしょ、うん、上がってます。インスタのアカウントとかに、はい、なんで翔平くんのアカウントとかで見てもらえたら、はい、もっと詳しく分かると思いますので、はい、ということでこちら裏側ですが、はい、本編の方はもう公開されているので、はい、ぜひそっちもご覧いただきつつ、はい、このタイミングでもしかしたら初めてカズキのタイミング見たよって人もいるかもしれないけど、こういうね、はい、踊ってみた的なダンスの動画とその制作過程の裏側と2種類どんどんいっぱい上がってまして、もう、はい、多分何百本とあると思うので、多分もう400くらいあるんじゃない。何かの時にさちょうどうん、あ、生配信の時にちょうど400だったんだっけ。うわあ、ちょっと待って、生配信いつだっけ。5月でしょ。ごめんごめん、5月から8本しかやってない。5ヶ月経って8本しか上がってない。頑張ってる、はい、ということで、はい、これからもね、ちょっとマイペースにはなりますが、はい、ぜひ次回の動画もご期待ください、はい、ということでこのチャンネルが登録がそこそこだよ。どうしました、ね、4ヶ月ぶりですからね。前回も言っただけだ。しかもさっきのね、この前回もね、おりきはさらっと言った時に、いや4ヶ月も撮ってないけど体に染み込んでるもんだねとか言ってたのに、今振りを入れた分全部抜けた。この茶、はい、この動画が良かった、なんだっけ、この動画が、ね、この動画が良かったと思ったら、この動画が良かったよって思ったら、あ、このめっちゃシンプル。シンプル。いきます、はい、この動画が良かったよと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。せーの、カズキの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 ダメー。なんだこれ、みんな忘れないでね。茶番すぎる。